曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を占勝。自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。己袁術め、帝の宝たる玉璽を己のものとするだけでなく、それを使って皇帝を占勝するだと。名族の面汚しめ、許せん、断じて許せん。以前孫権殿をかばい立てたのも自身が玉璽を得るための布石だったのでしょう。こたびの皇帝占勝に憤りを感じているのは袁紹殿だけではありません。帝を擁する曹操殿をはじめ、官室に連なる英雄劉備殿、そして袁術の下にいた孫策殿、皆袁術と敵対する姿勢を見せております。ここは彼らと手を組み、共に袁術を打ってはいかがでしょう。妙案である。早速手はずを整えよ。出陣の準備はもうできております。あの遠家の恥さらしを討ちに行きましょう。我が妻ともども尽力いたしますぞ。よく言ったぞ息子よ。河北を統一したとはいえ、同族の蛮行を許したままでは天下へと踏み出せぬ。我らは正しき名族として皇帝を占勝する袁術を討つのだ。新規を、お前も由緒正しき遠家の一員として父上をお支えするのだ。ええ、お任せくださいませ。袁紹、やはり来たか。当然である。袁家は四世にわたり官室を支えた名族、それに連なるものでありながら、あろうことか帝を占勝するとは。袁術は一時天下の半分を治める勢いであったが、こたびのことで離反した者も多い。奴の権勢はもはや過去のものよ。時に曹操陛下を保護したらしい。いや、見事であったぞ。
高尊さんが邪魔をしなければ私がお迎えに上がりたかったのだが、だが呂布に荒らされた中原では陛下も不便されているであろう。行にお連れしよう。それがよい。巨匠に宮殿を用意しているが、確かに炎章のところであれば陛下も安心できようなだが、陛下ご自身がわしと巨匠を頼ったのだ。陛下の行き先はわしの一存で決められるものではない。そうか。炎章よ、わしらは別方向より進軍し炎術を打ち取るつもりだ。では戦場で会おう。何が陛下ご自身が頼っただ。どうせ剣をちらつかせて脅したに違いない。曹操が陛下を意のままにしておること、世の誰もが知っておる。炎章殿、その話は後にいたしましょう。まずは炎術をいかに倒すかを考えねばなりません。そうですわ。炎術のような品のない輩が皇帝を名乗っているのは耐え難いですもの。えい、分かっておる。今より炎術討伐を始める。みんな、冥族の軍にふさわしき戦いをせよ。冥族炎家の恥さらしめが、今すぐ引導を渡してくれよ。禁じて劉備を討ち取ってくれる。陽子、関羽どもを引きつけておいてくれ。おっと、あれを通すわけにはいかんぞ。ついよ、くらえよ。くそ、そんなに早く邪魔が入るとき、陽子は何をしていたのだ。炎本所の戦、勝利は当然である。おう、頑張ってんじゃねえか。
劉備軍か。煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。少年、叩き直してやる。剣業が落ちるとは、なぜこのような目に遭わねばならぬ。炎本所の戦だ。勝利は当然である。伝令、炎院様が敗走しました。剣業は捜索軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうな。進攻に備え、急ぎ守りを固めよう。敵将、討ち取ったり。お見事な戦ぶりです。奪えばいいんだよ。ここにいっぱいあるじゃねえか。命あってのものだねだろうが、さっさと蓄えを出しやがれ。つらかるぜ。食い物より命の方が大事だ。我が手を下すまでもない。行くぞ。この目標、我が…ち、負けちまったか。食料がなけりゃ、もう戦えねえ。それぞれ、霊族の身のこなしを。皆様のおかげで食料は全て無事でした。な、お礼を申し上げたらよいか。その戦だ。勝利は当然である。
ないのか。こんな状態で戦うなんて。いいだ。お見事な戦ぶりです。この地は我が軍が接収しよう。して無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。敵を押し込むぞ。続け。山の地を攻め、これを接収する。みんな進め。直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。かの地を攻め、これを接収する。みんな進め。もうすぐに頼もしいですわ。そんなに
曹操が来たのと。あやつだけはわしに近づけるでないぞ。他の要素を目標とする。いざ進軍せよ。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。ゲロード、この技の冴えでござるな。そんなに、戦勝した上、情けなく逃げるとは。縁一族の綱汚しを。曹操、このまま奴を追い打ち、逆賊討伐の名声を得るとしようぞ。うん、そのようなさじ、お主一人で十分であろう。な、さじだと。わしは戻る。陛下のおそばでやるべきことが山とあるのだ。曹操、貴様、天使を手の内にしたことで図に乗っているのではないか。お主がどう思うと構わぬ。わしはわしのなすべきことをなすだけよ。窮地と思えばこそ共に歩んできたもの。いや、ついに来たということか。奴を打ち倒し、この私のもとにひざまずかせるべき時が。
伝承様、曹操など恐れるに足りませんぞ。我々は今や天下に最も近い位置におります。他の弱小勢力ごとまとめて飲み込んでしまいましょう。確かにそうであるな。いえ、曹操を軽視してはなりません。曹操は成京と名高い青州の兵を取り込みました。その兵力は以前とは比べられるものではありません。それも最もである。今や帝は曹操の手中、つまり奴の動きは勅命ということになります。ここは他勢力に働きかけ、入念な準備をして。なんじゃくな、そんな悠長なことを言っていては天下が逃げていくわ。話がまとまりませんわね。そのように極端な考えばかり申し上げるから、袁紹様が決めかねているのではなくて、河北を制したとはいえ天下に打って出るには準備が必要。その準備に曹操への備えを少し足せばよいだけのこと。そうではなくて。おお、なんと洗練された意見。私も賛成です。ふん、具体的に言っていただきたいですな。では私が。曹操に敵対する者は我らだけではありません。曹操の本拠地である巨匠内にも動きがあります。何でもかの中山西王の末裔と称している劉備殿を担ごうとしているとか。劉備、おお、董卓との戦いで活躍したあの者か。劉備の元にいた関羽という将はなかなかに使えそうであったな。よし、こたびは長江らの策を取る。早速劉備たちに渡りをつけよう。劉備殿は今山中に身を隠しているとのこと。何でも曹操から追われているとか。ほう、それは恩を売る好機だ。劉備を保護し味方に取り込もう。しかし簡単にはいかないかもしれません。劉備殿は曹操の暗殺計画に加わるよう誘われたそうですが、仁義に戻ると断ったとか。走行している間に計画が露見し、劉備殿も罪を着せられたとのことですが、一切弁明もしなかったと。確かにあの曹操が御しきれなかった男だ。普通に声をかけただけではなびくまい。誰ぞいい考えはあるか。一体誰の案を取るべきなのだ。えい、一気に話すでないわ。名族たる我ら、困窮する者を捨ておけぬ。今劉備が私を頼ってきているようだ。そこで栄えある遠家の勇士たちに問おう。奴をこちらへ迎え入れる方策を考えるのだ。人を魅了するもの、それは究極の美。これこそ最上の策。よく心得ておいでですね。高層北東の職人は品を作ります。彼の手による宝物を用意するべきでしょう。
炎章様の贈り物となれば生半可では。劉備を取り込もうったってやらせるかよ。炎章と劉備が手を組んでは困る。それだけは防ぐぞ。炎章と劉備が組んでしまう。まずいぞ。なんと豪壮で華麗な宝物を。恐縮です。ぜひ共に力を振るわせていただきたい。炎章殿、軍も領土も持たぬ我らに声をかけてくださりありがとうございます。兄者、こいつ本当に信用できんのか。俺たちを使い捨てにしようって魂胆かもしれねえぜ。よくとく、無礼であろう。よいよい、曹操に追われて疲れ果て気も立っておるのだろう。これから我らは同志だ。安心するがいい。炎章殿、かたじけない。時にお前たちにはもう一人義兄弟がいたはずだが、あのヒゲの長い。雲長は曹操軍を食い止めるために戦い行方知れずになってしまいました。そうか、それは残念であったな。お心遣い感謝いたします。ですが雲長は必ず生きております。私には分かるのです。では出立の用意をしてまいります。また後ほど。どうやら炎章様が期待していた将はいないみたいですわね。いや、曹操を共に打ち果たさんとする同志が増えた。これ以上の喜びはないぞ。張飛殿は万夫不当の豪傑、劉備殿もまたなかなかの使い手。心強い戦力に違いはありませんね。炎章様、軍の編成が終わりました。いつでも出陣できます。兵糧もたっぷりと用意しましたぜ。曹操だろうが誰だろうが負ける気はしねえ。うむ、皆の者、体制は全て整った。今こそ曹操を打ち滅ぼし、この炎本所が天下の覇者とならん。炎章殿、曹操軍は中原を南下する我らを阻むように布陣。この緊張感、まさに決戦ということですわね。炎章殿、曹操殿とは旧知の仲とお聞きしましたが。洛陽にいた頃からの付き合いだ。若い頃は共にやんちゃをして
周りの者を困らせた者よ。だがその中もここまでだ。私は友をこの手で打ち、天下の覇者になってみせる。引け皆の者、今ここに曹操を打ち倒し、天下の趨勢を確固たるものにする。この元領めにお任せください。天下を必ずや袁紹様のものに。袁家の勇士たちよ、いざ栄光に向かって進め。曹操とのこの一戦、必ずや勝利をつかむ。皆堂々と進軍を開始せよ。及ばずながらこの劉玄徳、袁紹殿の戦いにお力添えいたしましょう。将軍の強さ、これほどと。
ちの攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵に白馬を抜かれてしまうとは。炎本所の戦だ。勝利は当然である。勢いはいささか手に余る。ここは一つ兵器で総攻撃といこう。兵器にたじろぐ我が軍ではないわ。片っ端から壊してくれ。でもない。次よ。はい。参ったな。せっかく作った兵器なのに、これ以上壊させるわけにはいかないな。兵器は壊される一方か。せめて残りは守りきりたいけど。おっと、ここが手薄だったか。よし、私たちで守っておこう。
残念だ。兵器での攻撃もここまでか。戻って敗因を分析するとしよう。兵器頼るなど弱小な軍のすることよ。誇り高き我らの軍に通用するわけなかろう。炎本所の戦だ。勝利は当然である。兵器さえ壊せば怖いものはない。行くぞ。炎所、長きにわたる因縁、今こそ雌雄を決しようぞ。その気力が破れようとは。敵将打ち取ったり。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。ここで敵を食い止める。命を捨てる覚悟で守れ。俺が戦場で遅れを取るとはな。敵将打ち取ったり。敵の足場を崩し、戦意を散衆殿らが撃たれたとはいえ、曹操軍と我ら兵数の差は歴然。
包囲して絞り上げればたやすく勝てましょう。敵はそれを予想し手を打つはず。ここは知性を利した罠を敷くべきでしょう。皆さん、包囲だ罠だと美しくありませんね。敵は遠征軍、一方こちらには武装の兵糧庫があります。泰然と構えていればいずれ敵の兵糧は尽き戦えなくなります。これこそ王者の戦でしょう。皆の考えはよくわかった。しかしこの戦、私は曹操の軍を正面から迎え撃つ。それはなぜでしょう。名族として、男として、堂々と雌雄を決する。それが私が望む曹操との戦いだからである。異存はないようであるな、うん、この戦に勝利し新たな世の礎を築く。皆の奮戦を期待する。はっ。袁紹は関東の前哨戦を制した。その結果、曹操との決戦に有利な形で挑めるようになる。天下の覇をかけ旧友と争う。袁紹はあくまでも袁紹らしく正面から曹操と戦おうとする。その堂々たる姿を見て将兵たちの戦意は最高潮に達した。名族袁紹の進む道は燦然と輝いている。報告、曹操の軍は完全に戦域を離脱、巨匠へと帰る模様です。曹操、我が袁家の力を思い知ったか。袁紹殿と曹操は幼い頃からの友人だったとか。それがなぜこのような戦いを。この袁本所の友であるなら私の道を支え共に歩むべきだったのだ。それを奴は武もわきまえず私と歯を競おうとした。故にその不損を正したまでである。我が精鋭たちよ、乱世を正し天下を進める戦いはこれからである。大義一心、すべて名族袁家にあり。皆この私についてくるのだ。おー